でーす僕はあの今、関温度の,あの観光大使を務めさせていただいているのでえこうやってステージに立たせていただいております。まあ、僕が、が韓国料理が大好きだったんですよね食べ歩いて皆さんに紹介するっていうあのコーナーを持たせていただいててその韓そ流ピアからつながって,こうやってあの観光大使にもなった感じですね。 かだかから食べ物が好きでっったたなって本当に思いましキムチなんかもね、ええ、韓国ですからそれぞれ店によって全然味が違うんですよ。キキムチの味がキムチチのの味味ががやっぱり店によって自分のところでつけてるところもあったりとかするので全然味が違うんでうん、うん、もうどの店に行って食べても新たな発見があるなっていうのが韓国ですね。